はい、喫煙動画始めていきたいと思います。今回は、チェのブラック。確か、チェのレッドは吸ったことあるんですが、こちら吸っていきたいと思います。まあ、ちょっと最近この無添加タバコっていうのは結構ね、美味しいなと思いまして。まあ、うん。最近吸ったのが昔、まだ残ってたこのスモーキンジョーを吸って、あ、うめえなと思って。ね。ちょっと、無添加タバコ、いろいろ。まあ、ブラックね。これ吸ったことなかったんで。こちらが、確か値段400、いくら？タールが9ミリ、ニコチンが 0.9 です。うん。それじゃあ吸っていきたいと思います。うん。キューバ橋使用。キューバの葉っぱ。うん。ちょっと酸味があるかな。値段430円ですね。ルクセンブルク。キューババブレンドの無添加、無香料タバコ。だそうです。うん。フィルターには天然ヤシのチャコールフィルターを使用となってます。うん。天然ヤシか。うん。うん、タバコのね。あ、着色ちゃう。着光がないと、やっぱり、うん。このプレーンな味わいがね、いいね。うん。うん。美味しいです。うん。このプレーンな味わい。基本的にこういう無香料、無添加タバコって、カビやすいんで、結構カッピカピになって、カッピカピっていうか、ね、すげえ乾燥させてあるみたいで、ちょっと加湿するとまた美味しくなったりするらしいんですけど。まあ、MSP とかね。うん。うん。プレーンなのがまた、うん。いいな。ちょっと酸味があるのがね。うん。アメスピのね、オーガニックの手巻きシャグも買いたいんですけど。うん。まあ。値段的にやっぱりそっちの方が安いですからね、手巻きの方がね。はるかに安いんで。アメスピのボックスが500円しますからね。うん。オーガニック。まあ昔吸いましたけど。なんかすごい香りが酸っぱい。うん。酸っぱくて、なんじゃこりゃっていう感じがしたのは覚えてますね。かなり、本当に酸っぱいんですよね。うん、美味しい。
実に美味しいけど、スモーキンジョーの方がなんかこう、ドカッとパンチが来るんだよね、これね。これかなり昔のやつだからな。もう賞味期限とかの問題じゃなくなってる。レベル的に多分賞味期限の切れたとかいうレベルじゃない。うん。スモーキンジョーのフルフレーバーね。あ、これも終売なのかな、多分売ってませんね。うん。まあ、チェは、無添加タバコでは一番安いタバコなんですけど、もうタバコがね、値上げされて、一番安いってもね、430円しますから。うん。うん。美味しい。うん。ちょっと酸っぱいあたりがまた。まあ、良さというかね。うん。で、こちらが。フルフレーバー、もうちょっと吸ってみましょうか。もうドカッとくるんですよね、これね。ものすごい。これ13ミリのタバコですけど、もうかなり、うん、すごい味わいが、うん、あ、まだ売ってんのか、スモーキンジョーって。売ってるみたいですね。シリウスタバコってとこに、で売ってますね。高い。送料が高い。送料500円もするわ。高い。スモーキンジョーフルフレーバーも売ってんのか。うん。まあ日本ではアメスピが、ね、無添加タバコでは。うん。よく、有名ですからね。まあアメスピも、美味しいとは思います。まあ、無添加なんで余計な味がしないので逆にまずいっていう人もまあ、うん、いるとは思いますけど、まあ、わからんでもないな。うん。でも最近こう、昔あんまり好きじゃなかったんですけどね。こういう無添加タバコはね、こういうのはやっぱ甘い、なんかコーラとかと一緒にね吸ったりすると美味しく吸えるんじゃないかな。うん、これはね、まああとアメスピはやっぱりあれ、葉がかなりぎっしり詰まってるんで、ね。
それで、容量が多いというか、グラム的に、多いのかね。うん。アメスピはね。化学肥料、防虫剤、添加物などを一切使わず、厳選された、オーガニックバーのみを使用したタバコ本来テイスト。という。7月18日に、アメスピのメンソール1が出るみたいです。ね。まあ、買いませんけど、さすがに1ミリは。アメスピで1ミリか。アメスピで1ミリか。で、手巻きの話ですけど、アパッチゴールドというのが、まあ、新たに出ました。ってことでね。アパッチシリーズね。5種類出てます。アパッチのオリジナルと、ゴールドとシルバーと、ナチュラルとメンソール。まあ、アパッチゴールドちょっと、吸ってみたいですが、うん。で、味は、どんなもんなのか。バージニアの甘さが堪能できる。らしいです。うん。ゴールド以外は値段がていうか、グラムが少ない。25グラムで560円。で、ゴールドが35グラムで830円となっております。うん。まあ、タバコも高くなってきたからね。手巻きがいいんじゃない？ね。手巻きが。いろいろと、ちょっと、幅を利かせ始めてるんじゃないかな。まあもう、マニトーがね、もうマニトーシリーズが全部なくなったということで、一足遅かった。まさかね、まあ、ちょっと吸ってみたいなと思ってたんで、ちょっと残念ですけど。まあ、嘆いても仕方あるまい。ということで、チェのブラックは四つ星かな。四つ星。これは、まあ、安くて、ね、美味しいんじゃないかな。と思います。それではご視聴ありがとうございました。